大橋正夫は、日本の政治家。二人目の和歌山県高専知事として3期を務めた。長男は前、和歌山市長の大橋健一。1918年1月8日、父の仕事の関係で、軽気道軽上府に生まれた。第5高等学校を卒業。1941年10月、高等試験行政科試験に合格。同年12月、 東京帝国大学法学部卒業後、内務省に入省し、千葉県属となる。千葉県警察部勤務を経て、短期現役海軍主計歌士官を志願。1942年1月、海軍主計中尉に任官主海軍経理学校に入校。同年5月に卒業。1943年11月、海軍主計単位に昇進して、終戦を迎え復員した。 戦後日本を占領することとなった GHQ の最高司令官であるダグラス・マッカーサーを嫌って内務省を退職した。退職後は東京都で出版社を起業した者の,の事業が失敗したり、さらに第24回衆議院議員総選挙に東京6区から無所属で出馬するも1800票しか獲得できずに18人中16番目で落選したりと一時は 一家離三状態になったという。その後、大学と内務省の同期だった、早川隆史から、和歌山県知事、小野晋司に紹介してもらい、1949年に和歌山県庁へ入庁した。以後、土木部管理課長、知事公室秘書課長、知事公室長、経済部長、追悼庁、副知事を歴任した。1967年の和歌山県知事選挙には、 副知事となっていた大橋をはじめ、平越光一や高垣義和、山口菊一郎も意欲を見せた。しかし、汚職事件で、後半中の高垣が休止したことで、星系は概ね大橋にまとまったが、大橋が形状生まれであることをもって、第三国人であるという中傷が行われた。週刊誌にも取り上げられ、中傷に対する非難は強くなったが、小野阿竜政反対や、 赤旗に県庁を渡すなという応酬の中で県民の関心は高まって82%という投票率を記録し大橋は1万8000秒差の大激戦を制して和歌山県知事となった1971年の第26回国民体育大会では君井寺公園をはじめとする競技施設より道路などの一般インフラに重点を置いた対応を行ったまた 巨体でありながら、フットワークが良く、あらゆる場所に足を運んだ。ルバング島で、小野田博士郎が発見された際、すぐに現地へ直行したことも話題となった。1975年9月15日、突然体調不良を訴えて、和歌山県立医科大学附属病院に入院し、診察の結果大動脈瘤破裂と判明した。循環器外科の世界的権威である。 ワイダイの客員教授、坂木原茂を呼び寄せ2時間余りに及ぶ手術を行い成功したが、術後の回復がかんばしくなく10月4日午前9時28分に3期目、途中で死去した。ありがとうございます。